こんにちは。国立障害者リハビリテーションセンター病院で歯科を担当しています、熊沢海道と申します。今回は、知的発達障害のある方に対する航空ケアへの導入と合理的配慮という内容でお話をさせていただきます。内容の中で写真や動画が出てくるのですが、しっかりと許可を得て使用させていただいております。それではよろしくお願いいたします。 まずはじめにこのグラフは自閉スペクトラム症のお子さんをお持ちの保護者の方へ歯磨きに関する意見をお聞きしたアンケートの結果になります。えー、見てみると泣いたり暴れたりして抵抗してしまう。ね、歯磨きはできるけどおやってる時間が短い。いや歯ブラシを入れさせてはくれるけどもガジガジ噛んでしまう。まあ、歯ブラシそのものを口に入れさせてくれないというような意見が見られます。この結果からも日々しっかり歯磨きを行っていくと。 いうのはなかなかかに難しかしそのように歯磨きがなかなかうまくできないというような状況が長期間続いてしまった結果写真にあるような非常に重症化してしまってから歯科へ受診ということになってしまうことも少なくないというふうに思います。 そしてこのように重症化した場合、緊急性の高い処置が必要な状態であることが多いため、スライドにあるような身体抑制法という方法を選択せざるを得ない場合もあります。 でこの方法をとってしまうと、虫歯を治すことはできるかもしれませんが、歯科に対する恐怖心が芽生えてしまって、では今後定期的に検診をしていきましょうといった時に、二度と愛者さんに来てくれなくなってしまうという場面に多く直面してきました。このような悪循環に極力陥らないようにするために、私は日々の歯磨きや 歯医者での検診ということの一つ前の段階が非常に大事なんではないかと考えています。これは歯科に限ったことではないと思うのですが何か初めて経験することあるいはもうすでに嫌な経験をしてしまったことを克服する時にはそのってくると考すていにすそしてそれをなすためには合理的配慮が必要不可欠になってくると考えています。 歯科では歯科医療を提供する方法というのは大きく分けて3つの選択肢が存在すると考えられます。上から行動療法、抑制的対応法、精神鎮静法と。 書かれていますが、一番上の行動療法というのは、これから先に詳しくお話ししますので、その次にある抑制的対応法というのは、先ほどのスライドで示しました、少し抑えて頑張ってやってしまうという方法ですが、これには条件があって、切迫性差し迫った事態であるということ。 非代替性。もうそれに変わる方法が他にないとき。あとは一時性。もうこのそのときだけ頑張って治療するという条件がはじ揃って初めてこの方法を取るということになります。あと精神鎮静法というのはもう本当にどうしても歯科の診療が行うことができない場合に全身麻酔をはじめとしたお薬の力を借りて歯科診療を行うという方法が存在します。私はこの中で行動療法。 これを私はプレパレーションというふうに呼びますが、このプレパレーション、例えば歯科で言えば、日々の口腔ケアとか、歯科医療行為というものを行うために、準備をしていく、まあ、トレーニングのようなものを行っていくということになりますが、それに重きを置いて、日々の診療を行っています。 では、なぜプレパレーションに私が重きを置いているかということになりますと、ここに心の貯金理論というふうに書かせていただきましたが、あこの考え方を私が持って日々の診療を行っているからということになります。 例えば、まず、じゃあ虫歯があります、まあ、痛いところがありますということで、歯科に来ていただいた患者さんがいるとします。そこで、何も練習等を行わないで、治療をいきなりしましょうといった場合にはですね、やはりいきなり初めてのことだったりする場合は、あるいは嫌な経験をした場合には、心の貯金というものが減ってしまうわけです。 例えばここに貯金マイナス5というふうに書かせていただきましたが、こうなってしまうと、やはり関係性としては持続せずに破綻してしまうというふうに私は考えています。そこで、行動療法というものを最初に行って、あこういうことをやるんだ、あなるほど、痛いのを治してくれようとしているんだということを分かってもらって、その対象となる方の心の貯金をプラス10にすると。 そして治療を行った時にたとえもしその貯金を5減らすことがあったとしても心の貯金はプラス5残るということになりましてこのまま関係が続いていくんではないかというふうに私は考えていますではプレパレーションを始めていく時にまず何が必要になってくるかということになります歯科への導入や合理的配慮を考えた時 しかだからといって口の中だけを見るのではなくその対象となる方のパーソナリティやキャラクターを知っていくことが非常に重要になってくると私は考えています今スライドに示している表は左側にある行為や行動があしっかりできるようになる可能性が高くなるのは発達年齢として考えるとこのぐらいの年齢だとあこの行動や行為が 行えるる可能性があるというここに書いてあるような数字だけが全てではないのですがその対象となる方を知るためのヒントになることは間違いないなというふうに考えていてこのような結果を参考にしていくためにはもっともっとその対象の方の情報をしっかりと集めていくことが必要になっていくというふうに考えています。 そそしてその情報を集めめるためには、ご自宅や施設学校での様子や日常生活の記録アセスメントの結果といった情報からその対象の方をいろんな方向から知るためにここに記載させていただいたような多くの職種の方からの協力が必要不可欠であるというふうに私は考えています。 ちなみに科では初めて来院された方には、ここに書かれているようなことについてお話を伺っています。特に日常生活といったところでは、お家とか施設、学校で苦手だったものを克服したときはどんな方法でしたかとか、シャンプーとか耳かき、爪切りのときの様子を聞いたりなんていうのも行ったりしています。 また、この他に私は、ここに挙げているような、いわゆるフォーマルアセスメントと呼ばれる様々な検査の結果について、もし行っていた場合には、わかる範囲でお話を伺ったりもしています。 さらに私はこのようなシートを用いて実際にその対象の方を観察させていただいてあとは保護者の方や支援者の方に情報を伝えてもらってその対象の方が何が得意で何があまり得意ではないかということを分析しながら歯科診療の進め方の方向性を決定したりしています。でこのシートにその 対象となる方の情報をどんどん書き込んでいくと、例えば、嫌だよとか、これはいいよといったような意思の決定に関わるようなもの。で、中には言葉でそれが伝えられない方もいらっしゃるんですが、あそのいいよとか嫌だよというものを、態度とか、あとは仕草とかで、えー、 表現してくれる方がいらっしゃったときに、その行動を知るということは非常に大事になってくる、その方の意思の決定というところにもつながってくる部分なので、私は非常に重要であると考えています。このように私は情報収集と関わり方に重点を置きながら、あこの方にはこの方法がいいんじゃないかなとか、 あこの方法を取るとおうちに帰った後や施設に戻った後に不穏になってしまうんじゃないかなんてことを考えながら実際の診療で対象となる方々の個人個人に合ったプレパレーションを選択して応用するようにしていますで実際どのようなプレパレーションを行っていくかということなんですがまず代表的な大きな方法でここに書かせてもらった3つ上から t ィーチ応用行動分析 感覚統合療療法法といいったようなな技法を応用しながら日々の診療に臨んでいますでこの後に、本当にいつもやっていることのほんの一部ではありますが、実際に私が応用しているプレパレーションについてご紹介させていただきます。でこれは歯科で一応用いているということにはなりますが、このような手法というものは、 いわゆる歯科の診療室というところだけではなくご自宅や施設等でも応用できるんじゃないかなというふうに考えていますまずは環境の設定や構造化の応用ということになりますまず診療室内の環境設定いわゆる環境を整えるということになりますが例えばどんなことというのをここに書かせていただきました まずは注射器や先端が尖った器具を見えるところに置かない。地下には 注射器や先がとんがっている器具みたいなものがたくさんありますので、そういう恐怖を想像させるようなものは見えるところには置かないようにしたり、あとはこれ、私の経験なんですが、やはり病院等に来るときには恐怖やあーそういうものがすごい緊張なんかが多いですから、やっぱり脱出を試みてしまう方がいらっしゃったりする、そういうものに緊急的に対応するためには、しっかり窓とか扉の施錠を行っていた方がいいんではないかとか。 あとは、まだ病院に来た時の先ほどお話した恐怖とか不安といったことが、ものを壊してしまったり、やっぱり投げてしまったりといった行動に表されてしまう方もたまにいらっしゃいますので、そういう場合には、やはり不必要なものは置いておかないといったような環境作りを行うことが重要じゃないかなというふうに考えています。もう一つは カードや具体物によるスケジュールの提示ということで、これからやるものに対して、その対象となる方が一番理解しやすいであろうという方法を見つけていくことが大事になってくると考えています。例えば、左、カードとそれを順番に並べてスケジュールを提示することで、今から何をやって、こうしていくと終わるよというのを分かりやすくする方法だったり、 静止画ではなくて動画を見ていただいてあこういうことをするんだというのを分かりやすく伝える方法をとったりあるいは右の端のようにもう実際使うものを実際見てもらって時には手に取ってもらってあ歯ブラシをするのかとかこういう尖っていない丸っこいものを使うんだというものを理解していただくというような方法を用いたりしています。 次に、環境を整えた後実際にその対象の方と共に行っていくプレパレーションの内容についてお話しさせていただきます。まずは、ブラッシュイントゥザマウス、BIM というふうに書いてありますが、まず、本当に初めて来る場合には、見たこともないような場所でいきなり何をされるかわからないことですから、やはり不安を覚えることが多いと思います。 ですので、いつも家で使っていただいている歯ブラシなんかを用いて、今日は歯ブラシをするだけなんということで、徐々に徐々にここはこういうことをやるんだというのを理解していただく、あるいは中にはやっぱり感覚が過敏な方がいらっしゃるので、本当に使ったことがない機材なんかが近づいてくると、敏感に拒否する反応が出てしまう方もいらっしゃいますので、まずは慣れ親しんだ歯ブラシから始めていくという方法になります。 続いて、テルショウドゥという方法です。これは歯科では一般的によく使われる方法です。まず、これからやる内容を対象の方に伝える、テルの部分です。で、次に、実際使う道具はこういうものだよというふうに見てもらう、ショウの部分です。そして、実際にこういうふうに歯を磨いたりするんだよということを行う、ドゥの部分です。これを徐々に徐々に繰り返して慣れていってもらうという方法になります。 さらに私はそのテルショードゥをここに書かせていただいた能動的テルショードゥということで、実際その対象になる方に、 機材を持ってもらって、私で試してもらったりとか、例えば右上の写真に至っては、これは注射器になるんですがあ、注射器の先端、尖ってる針の部分は除去して危なくないような形にして、まるで水鉄砲のように遊んでもらう。で、体験してもらうなんてことをやって、機材に慣れてもらう。しかには、やはり音が出たり、えー 尖っていいる機材が多いなんて先ほどどお話ししましまたけれども、なかなか慣れるのが難しいようなものもたくさんありますので実際体験してもらうということも私はよく用いる方法の1つですその他にはエクスポージャーやカウント法といった方法も応用していますエクスポージャーは徐々に徐々に刺激を与えていて でどん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 練習をしていって恐怖や不安というものを薄めていってもらって慣れていってもらうというような方法になります。その中で段階的に本当に少しずつ少しずつ慣れていってもらうというので系統的脱寒差もう一つは 本当に恐怖が強い場合、例えば歯ブラシだったら、えっと、ちょっと頑張って歯ブラシをしてもらって、本当は怖いもんじゃないんだよ、痛いもんじゃないんだよ、ということを分かってもらうフラッティングというような考え方があります。で、ただ、自閉スペクトラム症の方に、このフラッティングという方法、えっと、 一回体験してもらう方法ですが、あー使用しない方がいいよというふうには言われています。これをやってしまうと、自閉スペクトラム症の方たちの恐怖がさらに増してしまうということがあったりしますので、注意が必要になります。また、カウント法というのは、いろんなところで応用されていると思います。10秒なら10秒というふうに、終わりを提示することで、見通しがつけやすくなるといった方法を応用したりしています。 これらの方法を用いながら焦らず、決してこちらの都合に合わせた内容にならないように、時にはしっかり待ちながら、プレパレーションを行っていくというのが重要であると考えています。発達障害のある方の中には、やはり切り替えに時間を要する方も多くいらっしゃるということであるので、うーんじっくりしっかり待って、うん、やっていくというのは非常に重要になってくるんだろうなというふうに考えています。 その上で、しっかりお話しさせていただいた、その対象となる方を、 分析するために情報をしっかり集めて、その情報から、えー、こんな方法がいいんじゃないかとか、こうなんじゃないか、だから嫌なんじゃないか、ということを予測します。そして、うん、それに対応して、あ、こういうふうに、えー、接してあげると、拒否が生まれないんじゃないか、ということで対応していきながら、で、うまくいくときもあれば、もちろんうまくいかないときもありますので、そのときには、うん、ここが悪かったかなとか、ここは良かったかなというときを、もう一回、 考え直して、これをどん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 繰り返していくというのがすごく大事になってくるかなと思います。例えば、日頃の歯ブラシの中でもうすごく歯磨きをするのが嫌いだという方がいらっしゃった場合に、まずはなんで嫌なのかを考えてみたときに、もしかしたら、まあ単純に他人に歯を磨かれる、口の中に何かを入れられるっていうのが嫌いな方もいるかもしれない。そういう時には、やはりちょっとずつ慣れながら、 うーんその刺激を減らしていくっていうのは重要になってくるのかもしれませんし、もしかしたら歯ブラシの形が嫌なのかもしれない。一般的にあるような頭が少し細長いような歯ブラシじゃなくて、少しこう丸っこいような形の歯ブラシだったらあ、急にやらせてくれたりとか、あるいは歯ブラシの色が黄色とか赤とか青とか色々あると思うんですが、その対象の方がすごく赤があまり得意じゃなかった場合には、青色にしたらできたりとか、そう,いう ようなこともどんどん試していくというのが一つ方法としてはあるんじゃないかなというふうに考えていますあとは本当に毎日全くできないのではなくて、えー、たまには歯を磨かしてくれるでもやっぱり磨かしてくれない時もあるというふうに考えた時にはその歯ブラシをさせてもらえた時の前後の行動 なとか、あとはできなかった時の前後の行動というのを一回見直すというのも一つ重要なことかなというふうに考えています。例えば、歯磨きをする前に何かしらの行動をして、それを後に歯磨きをするとスムースにいく。あるいはうん、この行動をした後に歯磨きをしようとするとなかなかうまくいかない。あ、どういう時にこの切り替えとか、 あるいはその前の行動にしっかりあの満足して次の行動に移れるあ。この対象となる方はそういうような行動の仕方をするんだというのを知るのはすごく重要になってくると考えています。それではこれから私が実際支援員の方と共に行っていったプレパレーションの内容を動画を用いてご説明させていただきたいと思います。まずは対象となる方の情報です。 ま、指名は A さんということで、年齢はこの当時14歳2ヶ月ということになります。えー、医学的な情報としては診断名は自閉スペクトラム症、知的障害ということになります。ご相談いただいた内容は、短時間しか歯磨きができない。 え、しっかりと口の中を見てもらったことがないということになり、え、日頃歯ブラシはするのですが、本当に短い時間しか歯磨きをすることができない。で、その際もやはり口をうんっと閉じてしまって、え、口の中をしっかり見たことがない、あるいは歯科でしっかり口の中に虫歯があるかとか、そういうのを見てもらったことがないということがご相談の内容になりました。 まずは情報の収集ということになりますので、様々な検査を行っていたので、その検査の結果を教えていただきました。まずは上にある IQ 検査、IQ は19ということになりました。次に発達の検査を行ったその結果を教えてもらったときに、このような結果になっていました、えー。本当に全てをトータルしてみると、発達年齢は2歳1ヶ月ということでしたが、細かく内容を見てみると、 えー、赤い丸のところ、言語、社会というところ、まあ言葉のところの発達ですが、1歳1ヶ月ということで、えー、最初の方のスライドで、えー、発達年齢としてこのぐらいできると何ができますよ、なんていう表は、えー、提示させていただきましたが、一つ、えー、歯科で考えると、診療室に入るというところが、言語の理解とか発達のところで1歳10ヶ月ぐらいということでしたので、お この年齢だと、もしかしたらいきなり診療室に入ってくるのは難しいんではないかな、なんていうことが、この検査結果から分かってくるということになります。また、日常で仕上げ磨きができるというところも、1歳半から3歳半ということで、あ、やっぱり1歳1ヶ月か、うん、なかなかもしかしたらしっかり仕上げの磨きをするのも難しいのかな、なんていうことが、ここから予測することができます。 次は、その対象の方を客観的に見たときの検査結果になります。社会生活年齢と書かれていますが、1歳11ヶ月ということになります。先ほどお話ししたあの中で仕上げ磨き診療室に入るということに追加して、口の中をしっかり見るというのが2歳ぐらいから、発達年齢が2歳ぐらいからというようになっていましたので、やはり少しそこには届いていないかなというふうに、ここで考えることができます。 しかし、やはり細かく見てみると、2歳代を示す部分もあり、まあ、チンペン自立とか作業ということで、まあ、体を動かしたりという運動面のところは、うん、2歳代を表すことができる。しかし、集団参加とか自己統制といったときに、えー、少し10ヶ月以下とかあ、測定がちょっとできないぐらいというような数値になったりするというところも非常に重要で、やはり、えー みんなで何かしようと言った時にも少し不穏になってしまったりとか、ある時に急にやっぱり物に、物を投げてしまったりとか、大きい声を出しちゃったりとかっていうのが出るのかな、この子は。じゃしっかりやっぱり安心して、その子が歯磨きができたりとか、例えば歯科だったら診療室に入って来れるような空間を作るにはどうしたらいいかな、なんていうことのヒントになってくるかなというふうに思います。 次は発達年齢に関してもっと詳しく見ていった検査の結果になります。コミュニケーションは17ヶ月以下、1歳5ヶ月以下、運動面は26ヶ月、2歳2ヶ月という結果になっています。やはり細かく見ていくと、運動といった面ではできることが多いのかなと。そして、言語の部分では、えー、言語でこう表したりとか、言語の理解とか、 あるいは右端にある何かを見てこう真似するようなことっていうのがちょっと苦手なのかなというのがここで分かってきます。で、こういう発達年齢を教えてもらうことで先に示した調査の結果と照らし合わせてその方について考えていく一つの情報になってくるということになってきます。 次は、えー、実際支援員の方に寮での歯磨きについて確認を踏まえて、えー、今の現状をお聞きした内容になります、えー。さっきのお悩みのところにもありましたが、短時間しかできない、えー、口が開けていられないで、人によってできる方もいれば、全く、えー、歯磨きをさせてもらえない人もいる。 ええー、いっぱいの人の中ではやるのは難しいけれども1対1だと比較的スムーズに歯磨きをやらせてくれることがあるというような情報をいただきましたでは実際にプレパレーションを行っていった1回目を動画で示したいと思います最初やはり発達年齢から あ分かったように、なかなか診療室に入ってくるのもやっぱり難しいようなあ感じでしたね、なので、支援士さんの方と今、スケジュールを提示はしていただいてますが、BIM カウント法という先ほどご説明した内容を応用しながら、あーまずは行ってみるということになります。<noise> 比較的歯磨きはここでやらせてくれたんですね、まあ、いつもと違う環境なんで少し緊張もあったのかなというのもあるんですがやはり時間によって少し不穏になりつつあるあまり集中できないということになるということになりますでここでエクスポージャー法先ほどお話した少し怖いことじゃないよというのを知ってもらうために歯磨きをするという方法を私はここで取りましたでここで一つお話ししておかなければいけないのは ここで私が行っている方法は決して抑制ではなくて、えー、本当に歯磨きという行為が嫌いなのかただ、今知らない誰かに何かをされることが怖いのかというのを知るために、えー、少しエクスポージャーという方法を用いて歯ブラシをしているということになります。 でこの結果、うん、やっぱりこう人に物を口をこう何かを入れられることが嫌いであって何かわからないものに対する漠然とした恐怖というよりは歯磨きというものに関してあ少しこど,んど,んどんどん慣れていって、えー、歯ブラシに対する恐怖というのを取り除いていくことができればスムースに歯磨きができるようになるんではないかなというのが今回の1回目のプレパレーションで私が。 あ考えたた感じたことになりますで、えー、1回目のプレパレーションが終了した後に、実際私が接して感じたことと、あとは支援員の方から教えていただいた情報を先ほど示したシートにどん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 書き込んでいきます。本当に今これ細かくて見づらくて本当に申し訳ないんですが、でいろんな情報を書き込んであります。 で、今回これを一つ一つ、なかなか説明するのが時間的に少し難しいので割愛はしますけれども、このような形で、えー、その他の対象の方にも同じように特徴をシートにこう書き表していって、えー、計画を立てていくということを行っていますで。情報収集とプレパレーションの1回目から得た情報からプラン1ということで計画を立てました。 え一つ目は教科書、報酬と書いてありますけれども、この対象の方は日常生活でも何かを行った後に報酬としてグミが存在していると比較的スムースに行えることが多いということだったんで、えー、今回は歯ブラシをした後にグミという報酬を考えました。 これは非常にとんでもない方法なので、えー、なかなか私も迷ったんですが、まず一つは、歯磨きという行動を彼の中に染み込ませていくための方法として、あえてまずはこの方法を取りました。早々に、この報酬の部分はグミというものではなくて、例えば好きなおもちゃで遊べるとか、 あるいは違う時におやつを変える、ジュースを変える券に変えてみたりということで、報酬は変えていくというふうなことを計画に組み込みました。二つ目は、エカードによるスケジュールの提示。これは一回目の時からもやっていただいていて、これを提示するとやはりわ、えー、かりやすいのかなというのがあったので、これはこのまま継続していくと。で、三つ目。 どうしても歯科っていうのは最終的にこう診療体を水平にして寝かせたような状態で口の中を拝見するということになるので1回目のプレパレーションの時は椅子の形でそこに座って歯磨きをしていたんですが寝かせたような状態を慣れてもらうために寮でも寝かせた状態で歯磨きを行ってもらってこの形に慣れていってもらうというのを依頼させていただきました では次にプレパレーションの2回目になります。なんとここで寝かせ磨きを寮でできるようになったという朗報をいただきました。ただやっぱり口が開けられないとかずっと開いていられないというのはあったというふうに、えー、伝えていただきました。でスケジュールの提示と今回はハリボ私持ってましたけどもで1対1の方がスムースであるという一番最初にいただいた情報から今日1回1対1でやってみようと。 いうことで、まずは歯ブラシをするという STD テルショールとパリボの提示です。 前回のプレパレーションからエクスポージャーでエイト、フラッディングという方法でやっても彼の恐怖は大きくなるだけだということがよくわかりましたので、しっかり STD、テルショールを行いながら、ここ一つモデリングという方法で見せてみましたけれども、彼はなかなかこう模倣するのが難しいということもあったので、少しどうだろうなと思いましたけれども、一回やってみて。 でじっくり待つということで少し時間を置いて彼の切り替えを待つことにしました寝かせ磨きができたということではあったんですがまずは1人でしっかり椅子に座ってもらってえ歯磨きをさせてもらうというのをこの日の目標にしてえやっています。 先生がやる。先生がやる上向いて大きくかーって開くんだよ。あー。で、10秒先生に開く。いい ?10。気をつけてしてるんだよ、その間は。9 10。9 10。はい、頭開けてください。<laughs> はい、お口あーって開いてください。は先生やる。先生やる。はい。上向いてください。上向いてください。いきます。1。 しっかりやらせてくれるんですよねやっぱり力技ではないですけれども無理やり8、彼が準備ができる前に歯磨きをするのではなくてやはりしっかり彼の切り替えを待ってさらには報酬という効果もあったのかもしれませんけれども順序をしっかり道筋を立てることで えー、スムースに歯磨きをさせてくれるということになります早送りにするぐらい長時間やらせてくれたんですよねでこの間も10カウント10秒数えるカウントはずっと続けていますで終了した後はしっかり報酬を彼にもらってもらうと。 ということで、2回目のプレパレーションが終了となります。プレパレーションの2回目が終わって、プラン2の計画を立てました。まず1つ目、カードによるスケジュールの提示はもうこれはやはり分かりやすいということでずっと継続していくということにしました。2つ目、報酬はすべて終了した後に部屋を出た時点で渡すと。 ということで、えー、プレパレーション2回目の時は、全部歯磨きが終わった後に、診療室内で報酬を渡したんですが、やっぱり切り替えというところをはっきりさせるために、まず、歯科の診療室というところでは歯磨きをするとか、口の中を見るということに、えー、彼に理解してもらって、その後、その空間から出た時に報酬をもらうという切り替えの一助とするために、えー、こういう方法にしようということにしました。 三つ目は、寮での寝かせ磨きができたということなので、これはもう継続してもらって、四つ目にある、次の回、診療室の診療台の背もたれを最初からこう倒して、次はもう寝かせて、えー、口の中を見たり歯ブラシをしていくというところにつなげていくために、このような計画を立てました。三回目のプレパレーションになります。診療室の診療台の背もたれは最初から倒して、 え寝てもらうような体制から始めました。ももううここはは寝てもらままでは本当に待ちます彼は切り替えるときにやっぱり少し時間を要する方なので、えー、少し準備が整うまでじっくり待つとこうやって自ら寝てくれるんですよね。えー、無理やり手を使って 掴んで誘導したりする必要は全くないということですでいつもの通りスケジュールを提示して始めていきますびっくりするぐらいちゃんと寝てくれるんですよねそして歯磨きから始めていきました この時にずってくれている時考えたら、そんな顔とかじゃないとか言ったんけど、その場合には相談運動ができてる。<laughs> すごく安定した空間で歯磨きをすることができているということになりますでやはりある程度長い時間をやっていると少し集中が切れてしまうので。 一回向こうの集中が途切れてしまっても焦らないで待つとで大体この時間2分ぐらいですかね2分ぐらい待ったら自らまた戻ってきてくれましたそしてカウント法を応用しますもう一回手が出てきたら終わらないからね

5、6、7、8、9、こもいいよ。わかった。っここで最後に私、うんうんうんって頷いていましたけども、そのことについても踏まえて、次にお話ししたいと思います。で、3回目のプレパレーションのフィードバックということで、実際歯磨きをしていた時に見てもらってて、支援員さんからいただいた言葉は、日常より口開けてられたということですよね。あ じゃあここの診療室3回目で慣れてくれたのかなでこれがそのまま寮で引き継がれるといいななんていうお話をさせてもらいました。 で、二つ目、これが私が先ほど最後にうなずいていた理由なんですが、歯磨きの連続性ということで、えー、途中で私は歯磨きをこうしていたときに、歯ブラシを彼の口から一回出したときに手が出て少し体が起き上がったんですね。あ、じゃあ口から出さないで一連の動きで一筆書きのようにやったらどうなのかなと思って最後試したときには手が出たり顔が動いたりはなかったんですね。なるほど、彼は一度口から出してしまえば歯ブラシが終わりというふうな判断をしてします しまうう可能性があるんだなということいこで歯ブラシを口から出さずに連続して歯磨きを行っていこうというのがここで考えられたんですね。で最終的に青いところに書いてあることなんですがこれは最後、支援者にポンと言われたんですが。 彼は日常生活の課題なんかもそうみたいなんですが、一回経験して、で、これが安全だとか、こういうもんだっていうのが理解できると、二回目、三回目、これは、まあ、いきなり二回目でできることもあれば、三回目の時になることもあるみたいなんですけども、こちらの予想を上回るスピードでその事柄をどんどん吸収して応用できるような、あそんな様子が見て取れる方だということは伝えていただきました。 3回のプレパレーションを経て、診療室で横になって歯磨きをさせてもらうというところまでやることができたということで、次回からは今度はしっかり口の中を審査、見ていこうということになりました。 で、そこで出てくるのが、歯科用の鏡、口の中をしっかり見るデンタルミラーと呼ばれる鏡を使っていくことになるんですが、やはりこれも新しく出てくる器具なので、いきなり出てくるとびっくりしちゃいますので、これを職員の方にお渡しして、量で、えー、見せるとか、口の中に近づけるとかっていう、そういう練習をしてもらうように、ちょっとお願いをしました。それを踏まえて、プラン3、えー。次回はしっかりデンタルミラーで口の中を審査することができる。 え、二つ目は、どうしてもやっぱり歯磨きをしていると、ある一定の時間を超えると少し体が動いてきちゃったりするので、これをちょっとずつ伸ばしていけたらいいな、ということと、あとはプラン2でスケジュールの提示ということもありましたけども、それの継続とフィードバックの時に気づいた、あ、一回口から出さないで、ずっと連続した歯磨きを行ってみよう、というのを次回のプラン3として計画しました。プレパレーション4回目になります。

まずはスケジュールの提示からですでこの前すぐ寝てくれたんでまた今日もすぐ寝てくれるだろうではなくしっかり彼は切り替えを待つことでやらせてもらえるというのは分かりましたのでじっくり待ちますで時にこういうように大きい声を出してしまってもこちらは慌てずにゆっくり待っていくというのが非常に重要になってくるかなと思います で大体6分から7分ぐらいですかね、この時は待たせてもらいましたそうすると、なんかあったかもそっちに寝るぞというような、まあ、前兆のような行動を見せてもらうことができました。 でしっかり待つことでススムースに歯磨きをさせてもらうことができますで今日はデンタルミラーで口の中をしっかり見るというのが目標の一つだったので以前寮でデンタルミラーの練習をしておいてくださいなんていうお願いをしてでやってもらった時にやっぱり直接入れようと思うとなかなか拒否が強かったみたいなんですが。 歯磨,き粉歯磨きジェルをちょっとデンタルミラーにつけるとすんなり口の中に入れさせてくれたっていうんですねなのでそれをそのまま応用させていただきましたでその結果じっくりやっていくと口の中を見ることができました。 でここで誰も今まで見たことなかった彼の口の中を審査することができたんですね。で、無事虫歯がないことが確認できました。 でやっぱり彼はあの日常の中でもドライヤーをしてたりするときもカウント法を使うらしいんですけどカウントの仕方が遅かったりするとやっぱり少し手が出てきちゃったりするというので今私、私10カウントが少し遅かったりしたのが問題だったなというのが分かりました。 以上で、プレパレーションの4回目が終了です。で、まだ彼はこうずっと継続していろんなことをやっていて、もう、もう慣れるプレパレーションというよりは、日常の中で歯磨きをしっかり継続していくという方の計画に移行していて、さらに報酬をグミから違うものに変えるということも今進めています。で、 えー、寮の中からは、その持続、歯磨きの時間を持続させるために、彼は視覚的に優位なところがあるということで、箱を3つ用意して、で、おのおのに歯ブラシを入れる。で、その歯ブラシを使って、おのおの10秒だよというと、30秒は確実に歯磨きができるようになるというような方法を提案してもらったりと、一緒にいろんなことを今、進めているところです。今、一つの実践例として動画を見ていただきました。 ここでもう一つ導入の例を示したいと思います。例えば、病院が嫌いで、歯磨きが嫌いな人がいたとします。で病院嫌いなところで、歯磨き嫌いなことをする。で、嫌いだよと伝えたら、いろんな人に抑えられちゃった。なんてことになれば、やはり何も継続していかないということになります。ですので、嫌いな場所に来る。なあ、それだけで嫌だなといった場合には、こちらは、今日は何もしないよ。見るだけだよと伝えてあげる。で、その日はおしまい。 で、次回、ね、歯磨きをする。嫌だな。今日は歯磨きをするけど、5秒だけだよ。10秒だけだよ。終わったらこんなことしようか。なんていうふうにして、まあ、嫌なことと、まあ、そこまで嫌じゃないことのバランスをとって、継続をしていくように繋いでいくというのがすごく大事になってくるのかなというふうに思っています。で、先ほど見てもらった動画のようなことを行うためには、実際こう、LINE してもらう回数だったり、時間が必要になってきます。 だからこそ、ご家族の方や支援員の方と本当にたくさんのお話をさせてもらって、プレパレーションというものの重要性をご理解いただけるように努めています。そしてご理解いただけたら、より良い方法を一緒に見つけていって、闇雲にプレパレーションを行って、必要以上に時間を費やすことがないように心がけています。 あとは動画にもあったように日常生活の記録やご自宅や施設、学校などで例えば先ほどの動画のようにデンタルミラーの練習だったり歯科というのはこういうもんだよっていうのに慣れてもらうためにこう絵カードとか写真を日々サブリミナル効果のように見せてもらったりなんていうお願いをしたりすることもあります。 でですので導入とはその対象者の方だけではなくてその対象となる方に関わるすべての人にご理解いただいて協力をいただくということも含まれているのではないかと考えています。 また導入を行うために多くの情報を提供をしてもらって、その対象者に合った具体的な合理的配慮を選択していく必要があるというお話をさせてもらいましたが、またその一方で、あの、情報を提供してくれたり、会話をさせてもらう、その方、情報を私たちに提供してくれる方に対する合理的配慮というのも非常に重要になってくるというふうに考えています。 で、ここに書かせていただいたのは、私が以前、えー、お伝えいただいた内容にはなるんですが、えー、保護者の方から、えー、例えば、まあ大きな声を出してしまうので、とか、走り回って、その辺のものを投げたり、壊してしたりしてしまうと。で、あとは人を叩いちゃったりするんです、っていうお話をいただいて、で、実際その行動になっちゃった時には、保護者の方は本当にごめんなさい。ご迷惑をかけてすいませんでした、って言ってくれるんですね。ああ、これはもしかしたら、いろんなところでこういうことが、 日々、親御さんたちにも起きているのかなというふうに感じたところでした。で、本当に保護者の方や支援員の方っていうのは本当にたくさんの情報を私たちに伝えてくれる反面、ものすごいこう不安というものがあるんだろうなというのを強く感じた瞬間でした。 ので、えー、私はあのまず少なくとも歯医者では謝らなくて大丈夫ですよと伝えることが多いです。えー、で、本当に大きい声を出してしまうよというのであればちゃんと個室を用意しますし走り回ってその辺のものを投げたり壊してしまう。 壊したりしたりしてしまうのであれば、最初から投げそうなもん、壊れやすそうとか、壊しやすそうなものは片付けておいたり、あとは人を叩いてしまうということであれば、まあ、私に関してはですけども、なんなら一回殴られてみると。 言うと、その子が本当に恐怖したり、怖い時にどんな力が出るのかとか、あどういう気持ちで人にそういう行為をしてしまうのかっていうのが体験をすると分かったりすることもあるので、えー、一回殴っちゃっても全然大丈夫ですよなんて話をしたりする時もあります。しかも往々にしてあるのが、こう叩いた後でその子が結構その叩いたところを撫でてくれたりもするんですよね。で、そういうところでその対象の方という知る そののの対象の方を知る一つの機会になるんじゃなななないいかなととううようなこともお話をししたりしますなので私はこういうような環境作りというのをまあ一つ一つ積み重ねていって情報を提供してくださる方たちと落ち着いてお話ができる場を作れるとさらに多くのより良い情報を得ることができるんじゃないかなというふうに考えています。 それでは今回お話しさせていただいた内容をまとめていきたいと思います。一つ人を知る大事さ。その人に接して、その人に関わる多くの人から情報を得て、いろいろな方向からその人の特徴やキャラクターを知っていくということが大切だと思います。二つ環境を作る大事さ。初めて行うことや苦手なことを行うときに、あ、ここは安全なんだと。 こういうふうに感じてもらえる、安心できるような環境を整えるということが大切だと思います。三つ、各々に適した方法を見つける大事さ。多くの情報を得て、あ、この人にはこの方法がいいんじゃないか。あとはあ、この方法をやってしまうと嫌な思いをするんじゃないかといったふうに、いろいろな方法を考えて見つけていこうとすることが大切だと思います。四つ、待つことの大事さ。 もう本当にいろんな方法を行う中でもう全部がうまくいくわけではありません。なのでその人が腑に落ちて次の行動に移るまでじっくり待つということが大切だと思います。とはいうものの今回お話しさせていただいたような内容を実際に行ってみるというのは簡単なことではないと思います。そんな時に今回私は歯科という立場でお話をさせていただきましたのでもしよければ歯医者さんを頼っていただいて 一緒に考えていけたらいいなというふうに考えています。最後に日本小児歯科学会、日本障害者歯科学会という学会を紹介させていただきます。この2つの学会のホームページへ行っていただくと、各々の,の学会が認定している専門性の高い先生たちがどの地域にいるかということが検索できるようになっています。 なので、もしよければ、あのー、お住まいの近くにどんな先生がいるかということが検索できますので、参考にしていただけたらいいかなというふうに思います。ということで、私のお話は以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。